おすすすめる漫画あ、中野さんも漫画をお読みになるんですか割と好きですね、えー、多くのことを学びました、はい、50代60代の方が読んでも面白い漫画ということで2冊ぜひ読みたいですよ何ですかえっとですね、はい、1>, 1冊目は、うんえー、倉田恵美さんという1950年生まれの方が書いた漫画ですけども、えーはい、タイトルがですね 静粛に天才ただいま勉強中というタイトルです。うん、倉田のタワーの大いのタワーですね。そうですね。えみさん、倉田えみさん。倉田えみさん。え、ね、どういうどですか。中が渋い歴史漫画なんですけども、うんうん、あのナポレオン時代ですねフランス、うん、警察大臣を務めたジョゼフフーレという人物がいました、うんはい。この人の生き方が非常にこうユニークで まあ勉強になるところが多いので、まあこの人ジョセフ・コティという名前で漫画の中では描かれてますけれども、フランス革命から始まった烈な政治史を漫画にしているベルサイユの花、もうもっと渋い版です男性ですかこのジョセフ・フィシェっていうのは。はい、フシェですね。フシェはあの男性です。実際にいた人ですね。実際の人物です。ええこの人ね。 面白いことに、まあ、ナポレオン時代、まあ、フランス革命の時代ってなんかこう、みんなが、こう、誰かのためにというので、こう、熱狂した時代とも言えますね。うんうん、で、誰かのためにという熱狂があると、起こってくるのは、粛清です、うん。誰かのためにに従わない人は悪である。なるほど。ということで、粛清が起きますね。で、その過熱な時代を、風車はすごく巧みに生き延びるんです。<ー>で警察大臣っていうのは、なんで警察大臣かというと、あらゆる人の情報を握って、 で、それを巧みに使って、時には脅すこともし、時には誰かを助けることもし、で、自分は生き延びるという巧みな戦略が彼のまあ人生の中に見えることができるんですけども、それをこの漫画から読むことができると、なかなか渋い漫画なんですよ。うすぐ読んじゃいまもうとても面白かったです。これ、えっと、何回かあるんでしょ えとね、これは、11冊そうなんですね、ちょっと長いんですけども、いいいいも読み応えありますね、<ー>えー、この誰もが足を引っ張り合うという、血みどろの清掃の中で、ね、うんはい、最後まで生き残る主人公は、すごく良い家庭人でした。へ その政治家としてのこう冷酷な側面と良き家庭人であるこの両面性というのもまた面白みがあります。うんうん、この時代の話は本当に面白いですね。えー、はい、わかりました。はいえー、静粛に天才ただいま勉強中ということで、うん、倉田恵美さんの作品ですね。はい、さあ、もう一つはもう一つはですね、はい、虹色のトロツキーというタイトルの。虹色のトロツキー。トロツキーって、<laughs> はレフトロツキーですかレフトのツキですね。えー まあ、安彦義和さんというですね、うん、ガンダムで有名ですかね、はい、作画で有名な。1947年生まれの方。そう,そうです、そうです。安彦義和さん著さんはい。えー、これはですね、うん、昭和初期の満州国を舞台に、うん、あのー、まあ、当時メキシコに亡命してたレフトロツキーを満州に招こうというトロツキー計画というのがあったんですね、はいで。その計画と、ノモンハン事件というのがモチーフになっている漫画です。うんうん、これもまた 実際になったことに基づいたもの、ねうん、そうですね。実際の事件に肉付けしたという漫画ですけども、えーえー、またあの登場人物がですね、自分の由来、まあ、持っている血ですね、うん、と、まあ、イデオロギーと、その当時の人間関係というのを翻弄されながら、はい、どうやって、 幸せせに暮らせるのか、うん、どうして今僕たちはこんなに葛藤していて幸せに暮らせないんだろうと、まあ、嘆き苦しんで、まあ、時には亡くなったり命を落としたりという物語が書かれていくんですね、えー、非常にこうリアリティがあるような感じで、えー、とてもあの若い時面白く読みましたけども、えー、この満州国の時代っていうのは歴史であんまり勉強しないんですよねそうですねまあ現代史ですからそうそうでこの近現代史、まあ、受験にあまり出ないっていうのもあって、うん、そのすごく薄くしかやらない んですがとてもあの面白く、うん、まあ知らないだけにこういうことがあったんだなってことを鮮烈に読むことができる<ー>でこの当時の人間も私たちと全く断絶した人たちではなくてな、ねうん、やっぱり戦争をどこかで期待してたという部分がある、うん、でそういうこ戦争があることで私たちが生きていけると思っていた人たちもいたわけですね。が生命線とも呼ばれたりして、うんで こう、強行をどうにかして、なんとか景気良くしたいとか、よりよく生きていきたいという、うん 医師の発露としての戦争が行われた時代でもありました。で、その中でどんなドラマがあったのかということを読むことができました、ね。まあ、日本は日清戦争も日露戦争も勝って、うん、明治以降負けた経験がなかったわけですからね。またこの戦争で景気よく行くぞって思うのは当然のテーだと思います。そうですね。そういう流れがあったと思いますね。わかりました。はい。じゃあ、中野さん。はい、今週の締めの言葉、2冊の漫画、はい、改めて紹介してください。はい。倉田恵美さんの、静粛に天才ただいま勉強中。 そして、安彦義和さんの虹色のトロツキ。ぜひ、お読みください。学びました。50代、60代の方が読んでも面白い漫画ということで2冊。ぜひ読みたいですよ。何ですかえっとですね。1冊目は、倉田恵美さんという1950年生まれの方が書いた漫画ですけども、タイトルがですね、静粛に天才ただいま勉強中というタイトルです。倉田のタワーの大井のタワーですね。そうですね。恵美さん。倉田恵美さん。倉田恵美さん。 か渋なかなか渋い歴史漫画なんですけども、うん、あのナポレオン時代ですねフランス、うん、警察大臣を務めたジョセフ・フーシェという人物がいました、はい、この人の生き方が非常にこうユニークであのー、まあ、勉強になるところが多いので、うんまあ、この人はジョセフ・コティという名前で漫画の中では描かれてますけども、うん、フランス革命から始まった苛烈な政治史を漫画にしてるんですよ うん、の、もっと渋いわです。はい。う。男性ですかこの女性フ・フィーシェっていうのは、ね、はい。フーシェですね。フーシェはあの男性です。実際にいた人ですね。実際の人物です。<ー>えー、この人ね、<お>面白いことに、まあナポレオン時代、まあフランス革命の時代ってなんかこうみんながこう誰かのためにというので、うん、こう熱狂した時代とも言えますね。うん、で、誰かのためにという熱狂があると、 怒ってくるのは粛清です<ー>。誰かのためにに従わない人は悪であるということで粛清が起きますね。でその苛烈な時代を風車はすごく巧みに生き延びるんです。<ー>で警察大臣っていうのはなんで警察大臣かというと、あらゆる人の情報を握って、うん、それを巧みに使って、 で時には脅すこともし、時には誰かを助けることもして、はい、で、自分は生き延びるという,う巧みな戦略が彼の人生の中に見ることができるんですけども、それをこの漫画から読むことができると、なかなか渋い漫画なんですよ。うもうとても面白かったですね。えー、っと、何回かあるんでしょ えっとね、これは、ちょっと長いんですけども、いえいえ読み応えあるじゃないですか、誰もが足を引っ張り合うという、血みどろの清掃の中で、ね、うんはい、最後まで生き残る主人公は、すごく良い家庭人でした。<ー> その政治家としてのこう冷酷な側面と、良き家庭人であるこの両面性というのもまた面白みがあります。うんうん、この時代の話は本当に面白いですね。えー、はい、わかりました。はいえー、静粛に天才ただいま勉強中ということで、うん、倉田恵美さんの作品ですね。はい、さあ、もう一つはもう一つはですね、虹色のトロツキーというタイトルの。虹色のトロツキー。トロツキーって、レフ <laughs> トロツキーレフトの月ですね。えー まあ、あ安彦義和さんというですね、うん、ガンダムで有名ですかね、はい、作画で有名な。1947年生まれの方。そう,そうです、そうです。安彦義和さんちょ。はい。はい、えー、これはですね、うん、昭和初期の満州国を舞台に、うん、あのー、ま、あ当時メキシコに亡命してたレフトロツキーを満州に招こうというトロツキー計画っていうのがあったんですね、はいで。その計画と、モンハン事件っていうのがモチーフになってる。まあ、大臣家かというと、あらゆる人の情報を握って、 で、それを巧みに使って、時には脅すこともし、時には誰かを助けることもし、で、自分は生き延びるという巧みな戦略が彼のまあ人生の中に見えることができるんですけども、それをこの漫画から読むことができると、なかなか渋い漫画なんですよ。もうすぐ読んじゃいまうとても面白かったです。ねえっと、何回かあるでしょ えとね、これは、ちょっと長いんですけども、いいいい読み答えあるじゃないですか、誰もが足を引っ張り合うという、血みどろの清掃の中で、ね、うんはい、最後まで生き残る主人公は、すごく良い家庭人でした。へ えー、その政治家としてのこう冷酷な側面と良き家庭人であるこの両面性というのもまた面白みがあります。うんうんね、この時代の話は本当に面白いですね。はい、わかりました。はいえー、静粛に天才ただいま勉強中ということで、うん、倉田恵美さんの作品ですね。はい、さあ、もう一つはもう一つはですね、はい、虹色のトロツキーというタイトルの。虹色のトロツキー。トロツキーって、あの <laughs> トロツキですかレフトのツキですね。えー まあ、あ安彦義和さんというですね、うん、ガンダムで有名ですかね、はい、作画で有名な。1947年生まれの方。そう,そうです、そうです。安彦義和さん著さんはい。はい、えー、これはですね、うん、昭和初期の満州国を舞台に、うん、あのー、ま、あ当時メキシコに亡命してたレフトロツキーを満州に招こうというトロツキー計画というのがあったんですね、はいで。その計画と、モモンハン事件というのがモチーフになっている漫画です。うんうん、これもまた、 実際になったことに基づいたもの、ね、そうですね。実際の事件に肉付けしたという漫画ですけども、えーえー、またあの登場人物がですね、自分の由来、まあ、持っている血ですね、うん、と、まあ、イデオロギーと、その当時の人間関係というのを翻弄されながら、はい、どうやって、 幸せせに暮らせるのか、うん、どうして今僕たちはこんなに葛藤していて幸せに暮らせないんだろうと、まあ、嘆き苦しんで、まあ、時には亡くなったり命を落としたりという物語が書かれていくんですね、えー、う非常にこうリアリティがあるような感じで、えー、とてもあの若い時面白く読みましたけども、えー、この満州国の時代っていうのは歴史であんまり勉強しないんですよねそうですねまあ現代史ですからそうそうでこの近現代史、まあ、受験にあんまり出ないっていうのもあって、うん、そのすごく薄くしかやらない ですがとてもあの面白く、まあ、知らないだけにこういうことがあったんだなってことを鮮烈に読むことができるでこの当時の人間も私たちと全く断絶した人たちではなくてな、ね、やっぱり戦争をどこかで期待してたという部分があるでそういう戦争があることで私たちが生きていけると思っていた人たちもいたわけですね。はい、まあマンモーが生命線とも呼ばれたりしてで こう、強行をどうにかして、なんとか、景気良くしたいとか、より良く生きていきたい、という、意志の発露として